巨人タクティクス。動ける者は全員続く。目型捕獲官に合流する。ここで決める。私に任せて。まだ俺は戦える。やってやる。僕に任せて。足手まといにはならないよ。さーて、これ何離脱する。離脱します。生き残らず駆逐してやる。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた。エレン、ミカサ。やめろ。ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。3年後、貴様らが巨人の前に立った時、ただの餌のままか、あるいは王を守る名誉ある壁となるか、または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。遅いぞ、走れ、このノロマども。こうしたアルレルト、遅れているぞ。貴様には重いか。貴様だけ装備を外すか。これが本番なら、貴様はここで巨人の餌だ。くそ、加勢、このままじゃ脱落組だぞ。今日の訓練は採点されてる。そんなことしたらライナーまで減点されるよ。バレねえように尽くせ。俺の気が変わらないうちにな。ライナーブラン、屈強な体格と精神力を合わせ口。歯に持つなんて、死んでもごめんだ。アルミン・アルレルト、体力面で劣る者の兄レオンハート。斬撃に火の打ち所がないが、連帯性に何がある。こいつベルトルト・フーガー、潜在能力は極めて高いが積極性。サシャ・ブラウス、型破りな勘の良さがあるが、ポニー・スプリンガー、小回りの利く軌道が得意。しかし、くそ、またミカサより浅い。ミカサ圧巻、あらゆる科目を完全にこなす。
歴代でも類のない逸材との評価は妥当。エレン・イェーガー。そして人一倍。やってやる。よし、やべえ、誰か来てくれ。僕に任せて。死ぬかと思ったぜ。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。
なんだ、壁が壊された。まただ、また巨人が入ってくる。駆逐してやる。一匹残らず。目標目の前、超大型巨人。これはチャンスだ。絶対逃がすな。いや、5年ぶりだな。こいつ、固定砲を狙いやがった。開閉扉を狙ったのも偶然じゃない。やはりこいつには精が。しかし、チャンスだ。壁を破壊できるのはこいつだけ。こいつさえ仕留めれば、いっけー。外した。いや、超大型巨人が消えた。